鶴と亀の話をしたいと思うんですけども、ちょっと 見やすくするために鶴さんと亀さんに足を描きましょう。まず鶴さんには足が何本ありますか？2本。じゃあ簡単に2本描いてください。こっちにも鶴さんがいますので、簡単に足を2本描いてください。その横で丸い眼鏡をかけてちょこんと座っているのは、これは大隅くんではありません。亀さんです。亀さんには足を何本描きますか？4本。じゃあ4本描きますよ。1、2、3、4、4本描いてください。さあそこで問題なのは、亀さんと鶴さんの足を合わせると何本でしょうかという問題なんです。棒だけでいいぞ。棒だけに。簡単。じゃあ数えてみましょう。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ8本と書いてください。8本って書いてある？そう、間違えたな。全部で8本という意味です。じゃあ次の、また同じように鶴と亀が並んでますので、皆さんは足を書いて、足の数が全部で何本あるか数えてください。いきますよ。1、2、1、2、1、2、1、2、3、4。これでいいですね。簡単に書いてください。林先生のように素敵な足を書く必要は全くありません。全然素敵じゃないと思うんだけど。いいね。じゃあ足は全部で何本か数えてみてください。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。足は何本になりましたか？10本ですね。じゃあ10と書いてください。いっぱいいっぱい。いい？じゃあ今度はいっぱいいますね。鶴さん、亀さん、たくさんいます。じゃあみんな足を書いてみよう。具体的に足を書いて調べてみます。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。これで鶴と亀の足を合わせると何本になるか、荒井君が横をじろっと見てますので、それはあまり姿勢じゃありませんね。カンニングポーズと言いますよ。だいたい姿勢が曲がっとる。誰おっぱい飲んでるでしょう。チクチクチク。あなた。はい。足は全部で何本ですか？20本。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。掛け算を使うと簡単にできますが、今日はまあいいにしましょう。大隅君が言うように20本です。では次のページを開いてください。また鶴と亀さんが出てきます。今度はこういう問題ですね。え、問題を読んでもらいたい。高畑君、ここに書いてあることを読んでください。鶴が2羽います。亀が2匹います。足は全部で何本ですか？荒井君、もう一度読んでください。鶴が2羽います。亀が2匹います。足は全部で何本ですか？さあ今度は式を書きなさいというふうに出ています。皆さんならどんな式を書くでしょうか？もう分かった。おお、素早いですね。長くていい？長くても結構ですよ。式はね、相手に分かるように考え方を書くのは目的ですから、長ければ長いほどいいです。だんだんね、慣れてくると短くなりますが、最初は長くてもいい。大園君だったらどんな式を書きますか？2+2+4+4。おお、足し算で勝負しましたね。はい、2+2+4+4。他に、掛け算を使った式で勝負してみようと思う人に。はい、板垣さん。2×2の答え足す。まあ、2×2は4と書いておこうな。じゃあ 2×2は4。それから4×4×4。はい、8で、その後どうしますか？答えを足す。4足す8を足さなきゃ。だから板垣さんの式は素晴らしいんですけど、式がね、3列になるんですよ。2足す2は4でしょ。それから2×2は4、4×2は8。それで出てきた答えを足しましょうということで、4足す8は
12、答えは何て書けばいいの？12本となるわけです。わかります？さあ、そこで私の気持ちとしては、足し算でやった方がいいでしょうか、掛け算でやった方がいいでしょうかという気持ちなんだけど、皆さんだったらどっちがいい？もし足し算だっていうふうに足し算を選んでくれると、こういう顔になります。掛け算でやった方がいいというと、こういう顔になります。先生の顔を明るく楽しい表情にしていただきたいと思うんでありますけども、足し算の方がいいと思う人、掛け算がいいと思う人、アレックはどっちですか？どっちもどっち。どっちもどっちって言って、あんたそんなに言い換えるのダメよ、あんた。いいよ。高畑君は？掛け算。和田君は？掛け算。もう足し算。松山さんは？掛け算。板垣さんは？掛け算。大園君は？掛け算。あんたどっちよ？でもこれからどっちやるの？掛け算。アレックんは？どっちもどっち。そういうお前、いい加減でどっちかで一つ選ばなきゃダメでしょうか。よし、じゃあ次の問題は全部ね、まあ掛け算しっかかけるかどうか分かりませんけども、よく見ないとね、亀と鶴と顔が違うからね。じゃあ問題、足は全部で何本ですか、足は全部で何本ですか、足は全部で何本ですか。じゃあ皆さんやってください。まあ、これ式かけて出てないからいいよ。その次の問題で、その次の問題もやってみてごらん。急いでやってみて。おお、足し算でやってる、あの人。当然もう掛け算使ってよ、それ。2足す2足す2足す、そんなことやっちゃダメよ。 2、3が6とかさ、 4、1が4とかっていうふうに言って、それ終わったら次のページ行っていいぞ。当然掛け算使ってよ、皆さんも。いや、違う。何これ？皆さん、4枚目は今日やりませんので、3枚目まで急いでやってみてください。どうしたの？疲れた？それ？鶴はまず何羽いる？ 1、2、3、4、5、6 でしょ？だから6に12でしょ？ 12 と書いた？で、亀さんが 1、2、3、4、5、6、7、8 だから、亀さんが8匹だから足は何本になるでしょうか、荒木くん。亀さんが8匹だと足は全部で何本でしょうか。亀さんが8匹、え、亀さんが8匹だぞ。だってさ、4本ずつついてるんだもん。神様、どうぞ答えてます。え？ 8?32。 そう、32でやればいい。そしてあとは足せばいいんだぞ。なんかあいつ悪いことやってるな、一人でこそこそ。いいか、当然掛け算の式はね、どっか横の方に書いて、それでその答えを書いていくと楽にできるんですよ。